社会人野球の頂点を決める都市対抗野球大会、東京ドームを目指し各地で大会が行われる中、ついに西関東予選が開幕。三菱重工イーストが初戦に挑みます。しかしその試合は思わぬ展開となりました。初戦から波乱が。昨年涙の予選敗退から雪辱を期す三菱重工イースト。去年、悔しい思いをされて、この1年間でどういうふうな、矢野さんご本人も含めてどういう取り組みを。毎年毎年この時期になるとめっちゃしんどいんで、もう必死です。クラブも関係なく、東芝も関係なく、第一代表を取るために1年間やってきたんで、このクラブ戦終わっていい形で東芝戦に入りたいと思います。今年の西関東予選、2企業6クラブがしのぎを削り、東京ドームへの切符を争います。お待たせいたしました。横浜中央クラブ対三菱重工イースト、まもなく開始でございます。重工イーストのスタメンはご覧の通り、昨年の悔しさを経験した選手が並ぶ中、キャッチャーは新人の臼井選手が入りました。実は昨年関西の大学野球を取材した際に注目していた選手でした。今年から社会人野球へと進み、新人ながらマスクをかぶります。ちなみに元ジャイアンツ山下選手も健在、この日はボールボーイとしてチームを支えていました。試合は初回、横浜中央クラブがイースト先発引き木投手に襲いかかります。3番阿部選手のヒットなどでワンアウト満塁のチャンス。続く5番今井選手、うまく打った打球ですがショート津田選手の好プレーでツーアウト満塁。緊張感漂う初回、引き木薄いバッテリーがなんとかしのぎ無失点。先制したのは重工イーストでした。ワンアウト1、2塁から4番小柳選手、しかし2回表横浜中央クラブの攻撃、ワンアウト2、3塁のチャンスで、ここは臼井選手いいストッピング。1番山下選手のタイムリーで同点。さらにワンアウト2、3塁となり、スクイズで逆転、勝ち越しに成功。さらに初回ヒットを打っている3番阿部選手、なんと一挙3点を奪われ、重工イースト追う展開に。2回の裏、重工イースト8番キャッチャー臼井選手から、
浜中央クラブ乗っています。しかし薄井選手も魂のフェスラで出塁。さらに先輩の矢野選手のタイムリーで1点を返します。が横浜中央クラブ稲葉投手、要所を締める粘りのピッチング。ただここまで59球を要しており、どこまで粘れるかが鍵となりました。3回表重工イーストは木々投手から森慶奈投手にスイッチ。ピッチャーが森。新人だった昨年の代表決定戦の悔しい結果を経て、今年安定感が増した様子。この後森薄いバッテリー6回まで完璧なピッチングを展開。一方横浜中央クラブ稲葉投手も粘りに粘り、5回を終え116球の熱投。そろそろ重工イーストも焦りが見えてくるのかと思いきや、全くそんな素振りを見せません。1番の矢野選手、対応し同点タイムリー。さらに一気に畳みかける。4番小柳選手の打球が越える。疲れも見えてきた横浜中央クラブ稲葉投手を叩き一気に逆転。変わったピッチャーから6番八重選手、終盤さらに得点を重ね最終回へ。三菱重工イースト初戦8対3で勝利となりました。イーストとしては絶対に取りこぼせない、勝たなきゃいけないというプレッシャーもやはりあったのでしょうか。都市対抗の目指す戦いの初戦、入り方は個人としていかがでした？まあ、1年目からこうしてスタメンで使っていただいていることに今感謝して、はい、独特の緊張感もありましたし、はい、それをこういうふうに経験できたというのはすごいでかいかなと思います。序盤劣勢になる場面もありましたが、そうですね、やっぱり今日バッテリー君の引き気も、はい、そんな経験のあんまり少ないピッチャーで、まあ、こういうことになるかもわからないっていう想定もしながら、しっかり安田コーチとしっかり話し合って試合に入ったんで、結果は乗ってしまいましたけど、はい、まあ、焦ることなく自分はやってましたし、まあ、その後の森さんしっかり立て直してくれたんでよかったです。あらゆる場面を想定した上で、そうですね、やってたんですね。あんまりいい想定ではないですけどまあしっかりそういった場面になっても焦らずにしっかりいくっていうのはしっかり考えてやってました。だから誰一人慌てず、そうですね、全然3
3対2でリードされてても、はい、焦ってる感じはなかった。まあ、よかった、はい、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。準備はしてたんですか？全然してなかったんですけど、はい、呼ばれたんで急遽急遽うまくこうメイクしましたね。でも2年目ですけど、はい、何か違いますか？去年ちょっと悔しい思いっていうか情けないピッチングしてしまったんで、より一層頑張んなきゃなと思ってちょっと1年間取り組んできたので、去年よりも気持ちとしては今年はちょっと強い思い持って入れてるかなと思います。ちょっと出だしはありあったんですけど、でも今年は優勝できるように。そうですね、はい、企業チームのイーストが優勢と見られた中、横浜中央クラブ、クラブチームのプライドと意地を見せたように思います。イーストは次戦6月5日の月曜日、再びクラブチームオール川崎クラブとの対戦です。大人のガチの戦いが続きます。興味ある方ぜひ球場へ足を運んでみてください。